はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、本日は僕が考えた最強デッキをご紹介していきたいなと、思っております。皆さん、遊戯王マスターデュエルは楽しんでいらっしゃいますでしょうか？遊戯王マスターデュエルやってると、相手に出されて、うわ、キモとか、クソ強いわ、マジで嫌いだわ、このモンスターっていうモンスターいると思うんですよ。僕もね、ご多分に漏れずめちゃくちゃいっぱいいるんですけども、使われたら嫌なカードを、全部出てきました。冷静に考えてください。使われたら嫌なカードってことは、自分が使ったら強いってことなんですよ。ね？逆に言うと。だから、相手が使われて嫌なカードを全部積んだらめっちゃ強いと思うんですよね。なので、今日はですね、見ていただければわかるんですけども、ハイパー出張パーツモリモリデッキとなっていまして、例えばですね、サイキックリフレクターとか、ライティードライバーとかっていうモンスターは、一体でハリファイバーができるモンスターじゃないですか。だから、ハリファイバーからアウロラドンにつなげて、アウロラドンから、今ね、ちなみに昔は違ったんだけど、アウロラドンから、バロネス VFD っていうやばすぎる、展開ができるようになったので、手札1枚から、バロネス VFD ができますと。まずそもそも。で、他にも、例えば、フュージョンデスニー。これ1枚発動するだけでデストロイ・フェニックスガイとかいう頭がおかしいモンスターが出るということで、こいつも入ってるし、あと、エクレシア。これも、フルルドリスが出てくるんで、妨害として、成立するからめっちゃ強いじゃないですか。この辺の、出されたら強いなっていうモンスターを、とりあえず全部ぶち込んで、で、他を誘発にね、割いて、で、デッキ組んできたっていう感じですね。で、一応ね、抹殺の指名者と墓穴の指名者で、完全に自分の先行制圧を通すような構築にしますんで、例えば、ニビルとか、無限とか、エフェクトベーラーとか、ガンマとか、この辺の、撃たれたら鬱陶しいモンスターを抹殺していくという、そういうね、デッキとなっております。マジで、見ていただければわかるんですけど、犯罪みたいな動きするんで、ぜひね、うちのチャンネル嫌いにならないで、いただければなと思っております。早速ね、クソゲーやっていきましょう。ビュール3倍。さあ、犯罪行為をしていきましょう。犯罪行為を、世界終わらせそうなハンド来た。誘発2回まで誘発2回までなんかケアできるの強すぎないか。おっと、何かがあるぞ。さあどうする。手札誘発打つか。いいぞ、打っても。おっと、いいのか。自由に僕動いちゃうとあなたの世界終わりますぞ。バスタービーストの効果発動。バスタービーストの効果によってバスターモードを手札に加えるが、さあ春が来たー。春うらら来ちゃー。んー、これどっちからの方がいいんだろう。まあ墓穴か。墓穴して、ニビルだったらね、抹殺がね後から打てるから、これニビルケアもうららケアもしながらやばい盤面作るけどいい。これ世界終わるよ普通に。これ遊戯王が先行ゲート言われているゆえんをね、今から皆さんにお見せしたいと思います。サイキックリフレクターの効果とリフレクターの効果で、バスタービーストをレベルを2位の枚数だけ上げて特殊召喚する。これ何でもいいです。これ正直ハリファイバーを作るだけなんで何でもよくて、そしてクリストロンハリファイバーをとりあえず作っていく。で、ハリファイバーの効果、デッキからレベル3以下のジューナーモンスター1体を特殊召喚できる。あ、でこれ最近ね、視聴者の方から教えてもらった展開なので、ちょっとね、今までの VFD 作るルートと少し変わってるんですけど、ちょっとそれをね、お伝えしようかなと思って、こうするじゃないですか。で、いつものね、ハリアドをするわけですよ。はい、圧倒的最強ムーブね。どうせアウロラドンもそのうち禁止になると思いますんで、今のうちに楽しんでおくことをお勧めします。はい、多分こいつもそろそろ禁止になるでしょう。おそらく OCG の方で禁止になって、マサデルの方でも禁止になるみたいな話があるでしょう。そして文房具001を残しながらアウローラドンの効果を発動。自分とトークンをリリースすることによってオライオンを特殊召喚する。ここまでも同じじゃない、いつもとな、いつもと同じで、オライオン特殊だろ。はい、で、オライオンとトークンでガーデンローズメイデンするのも、これはいつもと同じだな。で、コーラルまで同じだわ基本的に。で、オライオン効果、
あのバロネスが来たんでね、ちょっとねルートが変わってるんですよね。あの レベル10のシンクロモンスター、強いモンスターいるからっていう理由で、ね、コーラルドラゴンを出して、で今までだったらここシェンシェンとあと、アーケティスであのめっちゃドローしながら VFD 立てるみたいな感じだったと思うんですけども、ここですね、あのこっちをねカラクリ大権限ブレイブをね立てるわけですよ。でこいつシンクロ召喚成功時デッキからなんかカラクリチューナーをね出してこれるんですけど、こいつも MVR ね、かっこいいね。でブレイブ効果、チェーン1にして、チェーン2にして置くことによってコーラルで一応カラクリを引かないというケアね。でデッキからカラクリチューナーを特殊召喚で、コーラルドラゴンの効果でワンドロー、はい、増殖する字も来た最強で、フールバロドバロネスを出します。まず1回ここで、でここでもうあれだね、一応ここでもニビルケアができるし何でもできると。で墓地のガーデンローズメイデンの効果はそう、ガーデンローズメイデンの効果によって自身を除外し墓地からコーラルドラゴンを特殊召喚、そしてコーラルドラゴンはもちろんチューナー、ここで、墓地にレベル9のね、あの、ブレイブがいるんで、この、城を出していくと、なんと墓地からですね、あの、9が蘇ってくるんで、9級になると。で、9級になると、やばいことが起きるわけですよ。はい。で、ここで、カラクリ大権限ブレイブを特殊召喚して、で、レベル9のモンスターが2体。来るぞ、ユーマン！レベル9のモンスターが2体で、オーバーリー！エクシエンス召喚！なんか遊戯王大犯罪モンスターズみたいになってるけど大丈夫これ、遊戯王大犯罪、遊戯王不快モンスターズ、不快、あまりにも出されると不快なモンスターズを出し、そしてお客様デザートはいかがですか、フュージョンデスティニー発動頭おかしいだろこれ、頭おかしくねえかこれこの場面この場面頭おかしくねえかこれ、やばいでしょ、頭おかしいなこれ、セットして一応セットして やば返せるもんなら返してみろ、新竜王 VFD の効果発動、オーバーレイルを一つ使い光属性を宣言し、これはまあエルドルチキアですね、で増殖する字も打っといて、で、相手はモンスターをの効果を発動できず、光属フィールドのモンスターが全て光属性になれ、相手は、フィールド上の光属性のモンスターの効果を発動できず攻撃することができない、そしてデストロイフェネックス界の効果で1枚カードを破壊することができ、さらにフルードバランスの効果で何かしらの効果を1回無効にすることができる、はい、これが現代遊戯王の闇です返せるもんだら返してみろマジで、なんかわかんないけど無限起動デッキだな、うん、はい、マシンナーズリフォーメーションね、いいよ、マシンナーズリフォーメーションの効果によって手札を1枚捨ててなんかマシンナーズを持ってくる効果ですね、はい、で反応してる効果に対してフルートバランスの効果をぶち当てると、まあ、相手は何もできなくなるって言われてますから、まあ、ここで1回フルートバランスの効果を使いバリバリってやってバコーンってなると相手がハンド2枚になると、でハンド2枚でこの盤面を返せるカードはほとんどありませんはいちなみにこれハカーナもケアできますからね、なんならあの今これデスティニーヒーローデストロイフェネックス界で、まあ、一応ハカーナかもしれないんでハカーナちょっと警戒してるんですけど、まあ、ハカーナって言われても摩擦でハカーナって言えばケアできるっていう誰が勝てんだよこれ、これ誰が勝てんだよこれ、多分世界チャンピオンとかでもこの場面作ったら勝てるぞさすがに俺多分に世界一遊戯王強いって言われてる人でも多分この場面作ったら勝てると思うわやっぱ遊戯王って神ゲーだな、あーまあ弱いけど弱いけど、まあ誘発は来てるし、まあなんとかなんじゃねえかな、リフレクター召喚で効果そう、リフレクター効果てか手札からね、このレフティが出てくるのめちゃくちゃ弱いんでね、でバスタービースト効果で、こう。なんもねえか、誘発。誘発握られてないと、ちょっとね、こっちもそんなにやることないんだよね。で、ちなみに、もし相手が誘発持ってるなっていうときは、
ここでハリファイバーとかあんま出さない方がいいんですよ。これシンクロモンスターちょっと分からなくてあれですけど、今ちょっとね、あの回った前提であれ入っちゃってるんだけど、サベージ入っちゃってるんだけど、これもしあれだったらハリファイバーじゃなくて、あ、これ誘発あんなっていう、ハリファイバーにウララ当てられそうみたいな感じで、でしかもケアができないことだったらってことなんだからね。まあ破壊とか抹殺がなければ、普通にシンクロ8とかにした方がいいと思う。要はハリファイバー1体しかないからさ、使い回しができないんだよね。だそうするとオライオンまでたどり着けないんで、今ちょっと相手が誘発ないからあれですけど、誘発がありそうだなって思ったら、なんかちょっとルート変更みたいなした方がいいかな。だかちょっとレベル8のシンクロモンスターが強いやつ、なんかサベージじゃなくて何がいいかな、オメガとかでいいかもしれないね。サイクレームロードオメガとかの方が強いかも。うん、でまあ何もないんで、いつもの動きするんで、まあ多分この辺は使わないかも多分。でバロネス VFD していきましょう。カラクリを出して、でバロネスして、あ、抹殺も来ていく。まあここでのね、抹殺はなかなか強いですね。まあ割とケアはできるんで、いろんなものを、なんか結構ミラーというか、まあ、フュージョンデスティニーを抹殺できたりするから意外と強いんだけどフルードバロネスで、ガーデンローズメイデンで、コーラルからの VFD ですね。はい、 VFD 着地。いやー、あまりにも強いな、あまりに強い、あまりに強いわこれ世界最強なんじゃないこのデッキ。僕が考えた最強デッキ、本当に強かったっす、本当に強いそりゃそうだよな、強いカード近いってやんだから。で VFD の方がそうで、ここで光属性宣言しよう。エルドレッチはね、手札から発動して相手のモンスターを除去したりすることができるんで、一応光って言っとくとその効果も発動できなくなるから結構強いんですよね。光属性のモンスターの効果発動できなくなるんですよ。だから手札の光属性のモンスターの効果も発動できなくなるんで、一応エルドレッチがケアするんだったら光って言っといた方が強いっていう。あ、線か、なるほど。わかんねえこのデッキ。まあ出てきたモンスター攻撃できねえし、効果無効化されてっから、まあ大体大丈夫だと思うけどね。なんでも大体何でも大丈夫だと思うんだけども、こいつは戦火カードの効果で、おいおいでかいの出てきたな、えれでけえの出てきたな、おい。この人は何するマンですか。あーあーあああ、なんかいろいろ出てくんな、おい。なんかすげえな、お前おい、流れはやるな。効果使わんと展開できるのか、戦火って。へえ、やるやん。で、めっちゃ出てくるんだけども、まあ結局ね、効果発動できなくて攻撃できなかったら、もうこの場面を突破することはできません、ほとんど。ああ、エクレシアも来た、強え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 、おい。はい、セット OK、 OK、まあ、バトルフェーズ入るけど何もできないと。でメンツからのエンドフェーズ何もできませんでした。打点高えなあいつな、3300か。あー、でも下がんのか、なるほど。なんか全然テキスト読んでるけど大丈夫か俺。さあスタンバイフェーズ、フルールドバロネスの効果発動しない。フルールドバロネスの効果によってこいつ破壊したいんだけど何かありますかの効果で、お互いのメインフェーズに1回攻撃が一番高いモンスター破壊する効果、それを無限包容すればいいんだね。はい、圧倒的パワーカードの応酬見えるカード全部強すぎ、笑った。さあ無限包容効果で効果を無効にすることによってお前の効果不発になっていくから死ぬ。で君は何、マホトラップカードが発動した時に自分のフィールドの出場者の、マホトラップカードを墓地送ってその発動を無効にする。なるほど、無効にされるときついね。これはじゃああれか、バロネス使うしかないか。君やるじゃん、なかなか。それでカウンタートラップが神の続くとか言われたら結構きついけどね。さあ大丈夫だ、 OK。 でバロネスでそいつの効果無効になる。で無限包容の効果がその無効になってバロネスの効果であいつ破壊される。バゴーン、はいはいよし、結構いなかったな、結構なモンスターになった。でライティドライバー召喚 でライティ効果、ライティ効果でなんかありますね、あれね、フテカードね。でレフティ特殊、手札から出てくるの弱い、レフティの効果発動しない。で2体の効果モンスターでリンク召喚、遊戯王大犯罪モンスターズいきまーす大体この盤面にはおかしいだろ、頭どうなってんだよ。さあベルテアナコンダちゃんの効果発動するかなんかあるか。さあベルテアナコンダちゃんの効果によって、2000ライフポイントもの大ダメージを支払って
そしてフュージョンデスティニーをデッキから墓地に送り、フュージョンデスティニーの効果によりデストロイフェネックスガイとかいうアタオカモンスターを出していく。さあこれが遊戯王深いモンスターズ、デストロイバロネス VFT。 俺が使われると一番嫌いなモンスターをね全部出しました。使われると嫌いなモンスターを全て出しました。光ってるからここでいいんじゃない。で、まあ、攻撃表示に変更して、で全員でぶん殴って勝ちと。バトルベース一応なんか光ってるよねあれね。フリーチェーンで戦火死略超弦の湯、知らねえ、わかんねえ、はあ、なるほど。あんまり意味ないね。こ戦火モンスターがいないからあんまり意味ない。相手モンスターの攻撃宣言時墓地のカードを除外してから戦火モンスター投票、まあまあ何でもいいね。じゃあそれはもうほんと関係ないわ、一切関係ない。はいはい、効果使って、攻撃対象に戦火をできないとかいう効果を発動するが、ぶっちゃけ戦火がいねえから意味がない。フィールドに一匹も戦火はいねえ、全て勝利した。対戦、あれ対戦というか着席ありがとうございました。このデッキゴミやな。さあ誘発難易度結構きついな、さすがに抹殺、いや無限包容とかがねあれば一応なんかそのバロネスだったりでもバロネスの効果踏みに行ってから展開したらできるんだけど、オロフク、はい、オロフクで月光が、月光ですか、ムーンライト、なるほど。月光が落として月光が強くね、これやばい、それは強いわ、やばい、圧倒的ストレティアが始まる。まずい、まずい、ヒナはやばい、うわーやばいな、これ月光が落ちてるもんな、もうすでに。あ、トラ引いてんのか、あー世界終わったくせえな、これこのゲーム先行強すぎない。どう考えてもおかしいと思うんだよね、このゲームの先行の強さどうなってんだよ、おかしいだろ、こんなに先行強いゲームある、攻撃力2万ってやばいな。何すんだ俺、イブ来た、アークリベリオン、エクシスドラゴンの攻撃力2万やばくない、ワイズイブイブ、なるほど、イブイブ来た、かわいいやんイブちゃん、はい、イブイブコーラルアーネモーネ、なるほど、コーラルアネモネは墓地の水蘇生すんだっけ、やばいの来た。いつの間に、いつの間に固まると落としてたんだよ、ふざけんな、なんだこのクソデッキ。